どうも、かいさくです。どうも、とうじです。やさぎです。さあ、今日はですね、はい、まあ、とうじがゲーム復活したということで、はい、とうじとかじさくで、うん、ビクロイ、デュオ、ビクロイ目指していただきます。まあ、これも久しぶりですよね。はい。まあ、しかし、とうじのね、復活、うん、ビクロイ、はい、素晴らしかったね、うん。ありがとうございます。まあ、その復活できたのはね、課題とか頑張ったり、うん、そう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 、できたおかげだけど、やっぱり勉強って大事なんだなって、はい、思ったと思うけど、まあ、前回ね、うん、僕も見させてもらってましたけども、うん、もうちょっと言いたいことがある。あら、本当に彼は課題をサボったの。なあ、当時あれは忘れてたって言っちゃいけない。あれは親として言うよ。あれはサボってたからな。なかなかの温度で僕も、はい、嫁サックも、はい、当時ということで、はい、家族会議が開かれて、もうゲームはさせません。なるほど。ということを結構厳しくお話をさせてもらいまして、はいはいはい、でもまあ頑張ったよな。うん、頑張った。な、うん、2週間今日ぐらいゲーム全くやってなかったから、うん、まあ最初の方、2日に1回ぐらい発作みたいなの起きてた。あー、ゲームやりたーい。あー、ゲームやりたいみたいな。なってたけども、でも頑張ってよかっただろ。で、期末テストもすごい勉強して、うん、まあ点数はまあ置いといてね、うん、やっぱりやる、集中してやるってことがパパは大事だと思ったから、うん、あー、で、全てやってからのゲーム楽しいだろ、やっぱり。楽しい。そうそう。とはいえ、宿題もそうだし、うん、また新たな課題も出てくるから、それもしっかりと。これゲームチャンネルで話す話じゃないから。そうっすね。これ他のメインでやろうか。メインでやろうか。そうだな、今日はもうとにかく、2人でデュオで、うん、ビクロイ目指しましょう。そしてですね、うん、今回は僕の画面でやりたいなと思ってます。うん、そして、また次回なのか、ちょっとまあ、いつ流すかわかんないですけども、はい、また2人で違う形のデュオをやろうって言ってるんですよ。はい、これが何やったっけ？アリーナデュオです。そう。アリーナデュオ。アリーナデュオっていうのはどういうことですか、はい、アリーナデュオというのは、うん、アリーナっていうのは、うん、なんかね、どんどんね、勝っていくとポイントが溜まっていくの、はいはい、で、それでどんどん強敵に上がっていくんだけど、うん、で、ボットがいない、まあ、だからレベルの高いところで、なるほど、デュオを次回なのかどっかでやりたいんですけど、その時は当時の画面でやりたいな、はい、なるほど。で、その敵を倒すと体力が回復するの、うん、あ、俺やったことないわ、それ面白い、そういうのがあんねや。そう、だけどめちゃくちゃ強い、なるほど、うん、それもちょっと次回やっていきましょう、はい、今回はとにかく2人で僕の画面でデュオ、ビクロイ目指しましょう、目指しましょう、始まるよ。さあ、行くよ、当時。はい。じゃあ、いつものところお願いします。あ、じゃあ、いつものところ、まあ、パパのいつものところ？そりゃそうでしょうよ。たまには違うとこ行ってみない？これ、ちなみに、はい、当時がゲーム復活してから、はい、初デュオだから。あー、なるほど。そう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 。昨日解禁したばっかりなんだよ。そう、昨日解禁したばっかり。されたばっかり。行きますか。行きますか。だから、やっぱり前回当時がね、ものすごいかっこいいビクロイをかましてたから、ちょっとここは連続でいきたいよね、うん、チームだからね、うん、力合わせてね、またシーズンが変わるらしいね。そう、もうひょっとしたらこの動画を公開した時にはもう新シーズンになってるかもしれないね。なってるかもしれない。結構遠かったな、ミスティ。うん、パパとやるときはちなみにあれだからね、やり直しなしだからね。分かってる。ガチンコ一回勝利だからとか言ってパパやられたら恥ずかしいよ。いいの、 それ振り、もう恥かくのは慣れた。振っといていいの、それ。いいいい、もうね、慣れたんだよ、ゲームチャンネルで恥かくのは。あー、来てるな、一人。パパちょっといつものところから行くね。来てる、うん、来てる。久しぶりにゲームやってたけど、うん、一応操作性はもう慣れてやるから安心してね。戻るの早いね。僕でも分かるからよう見ますね、この家。よう来ますわ、この家。よう来るやろ。はい、ママがさ、うん、いつも同じ家行ってんの。言ってた、うん、なんか、いつも同じ家行ってるってずっと言ってたから、うん、昨日だから、たまには帰ってみてもいいんじゃないっていうことを。もうよう言われる、それ違うんだっつって。それぞれやり方ありますからね。まあな、でもとにかく俺はね、
もう気持ちいいビクロイをやるまでは、うん、やりたいんだよこれで。意外と1個のこと続けるってのもね、大事なことってしますもんね。ほんとそう、いいこと。あ、びっくりした、そうじゃんな。当時パパ、そこパパの、パパのルーティン、パパのルーティン荒らさないでよ。当時あれ、階段作ってくれて守ってくれたの。いや、あの当時があそこの上の宝箱を開けた。あ、そういうことね。そこパパのルーティン。そこ当時、今パパのルーティン、それいいよ。じゃあ、アサルトライフルもらっときたいね。だから当時そこもパパのな。そこパパなんだよ。そこちょっとどけてくれんか。ごめんね。だって当時知ってるでしょ。え、知ってるから言ったんだよ。お前なんでそんなことすんねん。さすがだね、当時意地悪だな。だって勝つにはそれしかないじゃん。どういうことだよ、そんなことないじゃん。勝つためには武器を手に入れなければいけないんだよ。そりゃそうなんだけど、他だって当時詳しいでしょ、どこにあれがある。まあね、まあね。やったー、レベルが上がりそうだ。レベル、もうパパ100いってんじゃん。いってるよ、だって毎日やってんだから練習。当時が、あの休んでる間に抜かしたな。そうだよ、でもまだビクロできてないんだから。ああ、やっぱりあれだね、飛行機じゃねえ、最初のバスから遠かったから敵あんまいないね。まあね、一人やったよ。うそやん。でもなやさっき前回の俺のやつもいいプレーだったよな。素晴らしかったですね、あれは。惜しかったんやで、当時、うん、見てなかった、ごめん。いや、そう、まだ実はそれが公開されてないからあれなんだけど。あ、そうなの。あ、ダマちゃんだ。かっこよかったよ、すごい。え、ラマいたの。ラマいる。最高じゃん。いや、ピン刺すよ。ほい、ピン刺すよ。あ、そうだ、あれも言っといたら、当時すっごい喜んでたじゃん、ゲームチャンネルの方がさ、コメントくださってたじゃん。あ、そうそう、レジェさん。レジェさん、うん、ありがたかったな、うん、レジェさん、いつか本当にお願いします。あ、本当にお願いします。コラボしてください。本当によろしくお願いします。あともう一方もいたでしょ。Cチャンネルさん。 Cチャンネルさんも、うん、憧れの方の。そう、当時大好きでな。そう、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そういうとき、そう、お願いします。あれ、どこだ、これ。当時、泳ぐぞ、パパは。え、いいよ、いいよ。見て、ここ。んタイガーのところ。遊んでんの？遊んでるんじゃない。ここはね、すごいね、物資があるから。物資ある？でも落ちたら死んじゃう。今だいぶ当時と僕は離れてます。そうですね、うん、自分の状況を、自分のその環境をよくしに行ってる当時と、もういつも通りのルーティンのカジサックってことですね。安武さん、僕でも覚えましたわ、これ。安武さん、はい、実際当時と、うん、パパの、うん、ルーティーン、どっちがいいと思う。いや、でも、うん、これね、人それぞれだと思う。そう、本当にそう、ちゃんと同じことを続けてちょっと伸びていく人もいれば、そう、いろんなことを試して自分に合ったのを探すって、これね、全部のことにね、共通することなんで。まあ、そうなんだけど、それでパパ恥かいたりするからね、何回か。パパはね、途中でね、面白くするスイッチが入っちゃったらもうおしまいなんだよ、パパは。そうなんだよ。ルーティーンにいい悪いのないの。その人に合ったものをやるってことがルーティーンってことだからね。そういうこと。それはスポーツでも勉強でも何でも、お仕事でもゲームでも。ええこと言うやん、やつだね。ありがとうございます。それぐらいしかやることないんで今日は。じゃあいたずらしちゃう。そういうのもあり。ちょ、もう当時やめてよ。なんでそんなことすんだよ。パパ今物資をやばい。やってんだろ。じゃあやめろ、本当に。当時いつの間にかそんな近くに来たんだね。そう、今のもう一回やらなあかん。いや、だって持ってないんだもん。お笑いの基本は3回よ、お前。そのアイテム持ってないんだよ。持ってないんかいな、お前。パパ待ってよ。じゃあ今もうパパ集中してるから、もう言うてる間にあれが来るから、ストームが、トンボさん来るから。トンボさん来ちゃう。お前、ストームのことをトンボさんって呼んでる。一家全員呼んでる。コジも言うさ、お前、パパ、トンボさん来てるよ、言うて。で、あとは、飲まれた時に、あ、トンボさんになっちゃう、トンボさんになっちゃう。そうカンナが愛されてますね。うん、愛されてんだよ、トンボは。ほんと愛されてるよ。うん、でもこの間な、はい、あ、まあ今日やねんけど、はい、この当時と僕で事務所にね、はい、ゲームチャンネル行く言うて、はいはいはい、
家で言ってた、せんちゃんも行きたいなとか言ってたけど、はい、まあ、せんちゃんまだゲームできないから、はい、せんちゃんあれだね、でも見るだけだったらいいよとか言ってて、はい、そしたら、そっか、じゃあお化粧しなきゃって言うの。ええ、どうして、なんでなんでって聞いたら、はい、だって安武さんに可愛いって言ってもらいたいから。あれ可愛かったわ。可愛い。まあでも結局あの、はい、化粧に時間かかりすぎて、いやもうあのもう今日やめとくってなっていかんかってんけど、大人の女性じゃないですか。メイクに時間かかりすぎてって。可愛かったなあれ、女の子になってきてんだよ。そうですね、可愛いって言うとすごい嬉しそうに。そう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 。さあ言うてる間にもう、あ、レア宝箱、レア宝箱の音がする。マジ？ブルー？あ、敵来たね。どこだ、どこ。そう、パパ行くわ。え、あ、やば、2人セットで来てる。マジで来てくれる、頼んだよ。やられないでね。ナイス、ナイス、素晴らしい。弱い、今の多分ボットじゃないかな。いや、わかんないよ。そうだね、初心者かもしれないね。うん、とはいえないパパ、トンボさんが近いよ。いらないよ。ん、トンボさんが近くなってるよ。大丈夫、全然大丈夫だよ。裂け目使うね。ん、裂け目。裂け目、これこういう瞬間移動ができるやつ。それ裂け目って言うんだ。そう。パパ怖くてそれやったことないんだよ。ここわかるわかる、あの、あれだ。あ、消えた。あ、あ、めっちゃ離れた。いいよいいよ、大丈夫大丈夫、まだまだ大丈夫だよ。最悪あのボート乗るからパパ、そこにボートあるだろ。あるあるある。まだもうちょっと落ち着いてていいでしょう。待って、めちゃくちゃ嫌だ、めちゃくちゃ嫌だ。助けて、助けてって何。敵来てる、敵がいるよ。え、本当に助ける、どっち、うん、本当のやつ、冗談のやつ、どっち。本当のやつ。おい、マジで行くわ。息子を助けるのが父親の仕事や。かっこいい。待って、やばい。え、マジでどこにおんの当時は。めっちゃ遠いやん。あぶね。ちょ、当時やられたら本当もう終わりだからね。頑張る当時。痛い、やばいやばい、待って、マジでやばい。ちょ、逃げ逃げ逃げって、何してんだよパパ。人にしないでよ。どこにいる。あ、ここね。あ、建物の中にいるのね。そう、危な、危ない。ボートで向かうわ。いや、危ない、危ない、やばいやばいやばい、大丈夫、やばい、本当にやばい。お、待って、前に、よし、ありえ、やられた。ライトマシンガンにやられた、当時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 、嫌だよ。当時、助けて、来れる、いける。これ当時の画面です。きついよね、しかもパパあかんとこでやられちゃったから、トンボさんに侵されるとこなんだよ、侵食されて。あー、やばいな。でもそうなると当時 HP 的にも、あ、ほんまや、いける。どうだ、どう、間に合う。かっこいいドライブしてんな、お前。パパを助けに来てくれ。頼む、どうしよう、パパを助けに、いける。あ、いけそうだな。そこにいる、そこにいるよ。出た、青山出るもん。ありがとう、当時パパの武器取ってもいいからね。いや、待って、ストーム来てるね。ストーム来てるから、でもまだギリギリの戦いですね。一回ね、一回逃げないとね、一回逃げ、うん、チャズスプラッシュだっけ、なんだっけ、チャグスプラッシュなかった、パパの。なかった。そっか、取られたんだ、取られたんだ。いいよいいよ、とりあえずアンチ、オッケー、落ち着こう落ち着こう。回復したいね。回復したい。デカボしといたら。OK。うん、ナイス。落ち着こう。ナイス、ナイス、ナイス。落ち着こう。チーム戦、チーム戦。あの、ライトマシンガンって本当強いよね。うん。予言。へぇー。通りではなかった。そんなパパを助けるのに急がなくていいから。ね、ちょ待って。うん。わかった。わかったんだけど。うん。いるね。いるね。うまいな。敵もうまかったね、今。すげ
げえな。すごい。いや、ありがとう。なんで俺言うとかも全然分からへんな。よう、わうわうわう。敵でも一人だね、チームじゃないね。うん、いや、待って、ライトマシンが来た、ほら。やばい、やばい、やばいよ。二人いるんじゃない、やっぱり。ごめん、ちょ、きついわ、今回。きついな。無理かも分からん。うわー、これきつい、これほんときつい。なな、どうなってんのこれ。うわ、もう全然分からん。すごっ。うわ、来てるわ。いやー、ダメだ。今回はダメだ。これはダメだったな。うん、今日はこれで終わり。いやー、やっぱ二人だもん。うん、これは悔しいけど、うん、これがリアルよ、当時な。しゃあない、しゃあない、しゃあない。まだパパが一発目あのライトマシンガン軍団にやられたからな。まあ、助けようとしてくれたし。ごめん、当時が先目で移動したのも悪かったわ。いやいや、そこは全然悪くない。悪かったのは課題をやらなかったことだ。それは今関係ないから。そうだな、ごめんな。また頑張ろうな。はい、でも次はあれね、アリーナリオ、アリーナリオで当時の画面でやっていきますんで、まだちょっといつ公開するかわからないですが、はい、ちょっと残念な結果で終わりましたが、うん、またリオやりましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。